森永ヒソミルク中毒事件。森永ヒソミルク中毒事件とは、1955年、昭和30年6月頃から主に、西日本を中心として、ヒソの混入した、森永乳業製の粉ミルクを引用した乳幼児に、多数のもの、中毒患者を出した、毒物混入事件である。森永ヒソミルク事件、森永ヒソミルク事件、森永ヒソミルク事件とも、 食品添加物の安全性や粉ミルクの是非などの問題で2017年現在でも消費者の権利として引き合いに出される事例となっている。また食の安全性が問われた事件の第一号としてもしばしば言及されている。森永乳業は1953年昭和28年頃から全国の工場で参加の進んだ 乳製品の凝固を防ぎ溶解度を高めるための安定剤として第二リン酸ソーダナポを粉ミルクに添加していた。試験段階では純度の高い試薬一級のものを使用していたが本格導入時には安価であるという理由から純度の低い工業用に切り替えられていた。1955年昭和30年に徳島工場徳島県明財郡石井町が製造した。 簡易リコミルク、大洋乳、森永ドライミルクの製造過程で用いられた第二リン酸ソーダに多量のヒ素が含まれていたため、これを飲んだ一万三千名もの乳児がヒ素中毒になり、百三十名以上の中毒による死亡者も出た。この時使用された第二リン酸ソーダと称する物質は、もともとは日本系金属が、防気サイトからアルミナを製造する過程で、 輸送管に付着した産出物で低純度のリン酸ソーダに多量のヒ素が混入していた。この産出物が複数の企業を経て松野製薬に渡り脱色生成され、第二リン酸ソーダとして販売、森永乳業へ納入された。当初は奇病扱いされたが、岡山大学医学部第一病理学講座の瀬尾、幸丸が森永乳業製の粉魅力が原因であることを、 突き止めた。1955年、昭和30年8月24日、岡山県を通じて、当時の厚生省、現行性労働省に報告され、事件として発覚することとなる。1956年、昭和31年厚生省の発表によると、基礎の摂取による中毒症状、神経障害、 臓器障害などが出た被害者の数は12,344人で、うち死亡者130名である。また、認められた患者についても、消費者の権利が確立されていない時期でもあり、満足のいく患者の救済措置が取られなかった。当時は、日本の産業育成政策や高度経済成長が最優先される時代であり、日本国政府も森永側に立って収束を図った。 森永ミルク中毒の子供を守る会の運動にも弱点があり、被害者の運動は抑え込まれてしまった。こうして、ヒソミルク事件は終わったかのように見えた。しかし、その14年後、丸山博教授、大阪大学医学部が指導した人たちによって、被害者に後遺症が残っている可能性が炙り出された。その報告が日本公衆衛生学会で発表され、 事件は再燃した。被害者側の親たちは、救世主が現れたと最大級の感謝を表明した。被害者の親たちは、再結集し、森永ミルク中毒の子供を守る会は、活動を再開する。その戦いの中で、裁判闘争と、不買運動は大きな力を発揮する。一審では、森永側が全員無罪とされたが、検察側が上訴。 刑事裁判は1973年、昭和48年まで続くが、判決は、過失の予見可能性判断において、器具関節、サラサラ過失論を採用し、徳島工場元製造課長一人が、実刑判決を受けた。ちなみに器具関節が採用されたとみられる、裁判例は、本判決が唯一である。一審の判決が、衝撃的だったため、被害者側は、 民事訴訟を断念したが、その後の差し戻し判決により、被害者側は民事裁判も有利に進めることとなる。後に、後遺症問題が明らかとなるが、その際も森永側は長らく因果関係と責任を否定した。森永側が原因を見るク中のヒソ化合物と認めたのは、発生から15年経過した1970年、昭和45年の民事裁判中のことである。 その際、森永側は、第二ン産ソーダの納入業者を信用していたので、自分たちに注意義務はないと主張していた、工業用、第二ン産ソーダの納入業者は、まさか食品に、工業用の薬品を使用するとは思わなかったと、証言。しかし、後に、仙台鉄道管理局、現、JR 東日本仙台支社が、第二ン産ソーダ、日本系金属製造を、 蒸気機関車のボイラー洗浄剤として使っていたが、使用前の品質検査でヒ素を検出し、返品していた国鉄は蒸気機関車のボイラーの状態保持には最新の注意を払っていた事実が明らかとなった。食品としての品質検査は必要ないと主張していた森永の態度は消費者から厳しく示断され、1960年代には森永製品の不買運動が発生した。 当時、森永は、乳製品の売り上げでは明治、雪印をしのぐ企業であったが、長期裁判となったこともあり、企業のイメージダウンは拭いきれず、シェアを大きく落とした。特に、岡山県では、事件以降、森永製品への不信感が、消費者に根強く残ったことから、売り上げの見込めない、森永製品を一切扱わない商店も数多く、存在した。このような動きは、 西日本一帯で事件が一応の決着を見た昭和50年代まで続いた。こうした不売買運動は当初は森永国発など支援者らの自主的な運動として行われていたが森永の不誠実な対応に対抗するために守る会全国本部方針として決定し日本国民に呼びかけてから大きく広がり日本の不売買運動史上最大のものとなった。 その後森永が責任を認め、被害者救済に全面的に協力をすることを表明して以降、守る会は不売買運動の取りやめを決定した。被害者の中には、現在も脳性麻痺、知的障害、転換、脳排除、精神疾患等の重複障害に苦しむ者もいる。2014年現在、約730名が障害症状を有している。また、 若い時に就職差別や結婚差別を受けたり、親亡き後施設に入所している被害者もいる。ミルクを飲ませた自責の念で、長く精神的に苦しんだ被害者の親たちも多い。最終的に被害者、厚生省、森永乳業の話し合いにより、1973年、昭和48年12月23日に確認書が結ばれ、 1974年、昭和49年4月25日に、被害者の高級的な救済を図るため、財団法人光協会設立され、事業を続けている。1973年12月、森永ミルク中毒の子供を守る、会、現、森永ヒソミルク中毒の被害者を守る会、国、森永乳業の3社により、確認書が締結され、 被害者を高級救済することで合意し、森永乳業は救済資金を拒出することを約束した。この合意に基づいて、光協会、現、公益財団法人光協会は1974年4月に設立され、その後安定的に救済事業は進められている。三社及び光協会はその後も定期的に三社会談を開催し、 被害者の救済にとって必要な協議を実施している。またこの救済事業に賛同する400名近くの専門家により支えられている。地域救済対策委員会は19の地域で被害者の相談に乗ったり、必要な援助対応について、光協会職員に対し助言を行っている。これだけ多くの専門家による協力を得ている。公害被害者救済事業はには見られない。また、 被害者自身が救済事業協力員として被害者の健康づくりの呼びかけ等を行っているのも大きな特徴である。現在600名を超える救済事業協力員が活躍している。この三者会談方式による救済事業は公害被害者救済方式として注目されているが、現段階ではこの事件以外で同様の方式をとっているところはない。ヒカリー協会は 2011年その公益性が認められ、公益財団法人に認定された。公益財団法人光協会ホームページ参照。被害者組織である守る会と加害者である森永の関係は、1973年12月に責任を全面的に認めてからは、被害者救済において協力する関係に変化した。被害者側で支援活動をしていたのが、 当時弁護士だった、厨房公平である。彼はこの事件に関わるまでは、地位が安定している企業の顧問弁護士で一生を過ごそうかと考えていたが、父親の一括で関わることになる。その後民事訴訟の弁護団長として活躍し、光協会設立後は、理事や評議員を務め、亡くなる直前まで被害者の運動を応援した。一方、森永ひそみるく闘争20年史は、 不売買運動を開始させ、収束させたのは、昭和30年当時の被災者同盟の指導者であり、和解交渉にあたっては、追い詰められた森永の方が国を通じて、被害者との面会を絶望したものであるとする。森永ミルク中毒の子供を守る会は、機関紙光の第11号、1970年4月20日付に、次のような主張を掲載し、 森永入業への警戒を呼びかけていた。事実、森永は15年前、イコール事件が起きた1955年のことにも、そのような人を利用して、事件を闇に葬る手段に使いました。曰く、森永の処置に十分満足している、森永に感謝している人が、山いる、騒いでいるのは一部の人たちだけであると。これが1973年の確認書。 締結以前の状態であった。1973年確認書締結後は森永は責任を果たしているというのが森永秘書ミルク中毒の被害者を守る会の評価である。一部には森永事件はまだ終わっていないとして高級的な社会的監視が必要だとの意見もあった。事件の震源地となった徳島工場は粉ミルクの製造を中止した上で創業を 続けていたが、2011年1月、同年9月の閉鎖が決定され、9月30日に閉鎖された。森永ヒソミルク中毒の被害者を守る会、森永ミルク中毒の子供を守る会から、解消に対して、救済のあり方を問題視した被害者家族が、守る会内で、発言機会を奪われるという言論制限事件、あったという報道がなされた。また、 重症被害者の親によって、守る会、光協会を相手取って、人権救済の訴えが提起されているが、結果は申し立て棄却。さらに光協会役に、守る会、森永に対し損害賠償を提訴したが、光協会らに、日はないと棄却された。さらに、2009年、平成21年2月、期間紙、光で行った批判キャンペーンに対し、 事実無根の羅列であるとして、名誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起し、平成21年、和第249号損害賠償等、請求事件、岡山地方裁判所は、その主張を一部認めた。1984年、昭和59年のグリコ、森永事件では、読売新聞社、週刊読売編集部への挑戦状で、 森永乳業と関係が深い森永成果をターゲットにした理由が森永前にヒソで毒の怖いを分かっとるやないかと記されておりヒソミルク事件が原因になったことを示唆している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。